もサンキュー。早えよ、早えよ。早いですか。まだ紹介するから。はい、どうも吉本手話部の菊池です。イエーイ。そして、はい、今日のゲストがパンサーの大畑くんです。イエーイ。サンキュー。こんにちは。どうもうるさいよ。ざます。部屋狭いんだから。もう声が でかいよ。菊池さんとはずっと長い付き合いで、いや、まあ、確かにね、お父さんになってるんで今ね、はい、ネタ終わりで、はい、こう来てくれて。そうです。だからもうすごい声がもう大きいです。声小さめにやったつもりなんですけどね。うるさいですよ。本当ですか。で、今日はですね、はい、もうさっき、まあ、今もね、はい、やってるその、うん、サンキュー、はい、サンキューってね、はい、こう言う、何ですか、それは。ギャグ。あ、やってました。俺は あれですね。はい、これのサンキューのやつですね。はい、記憶ないの。記憶はやっぱもう年で、もう自然と、自然とやっちゃってる。自然ともう反応で出ちゃってるんで。サンキュー、サンキュー。遅いよ、はい、遅かったよ。くわかんなくなった。で、それの、はい、まあ僕的な、まあ、解釈ですけど、はい、手話表現でやるとどうなるかっていうのをやらせてください。一緒にやってもらっていいですか。もちろんです。ありがとうございます。はい、そのサンキューですけども、はい、まあ日本語だと、まあ、ありがとう、はい、ありがとうはこうですね。ありがとうはこうなるんですけど、はい、まあ、サンキューは英語なので、はい、サンキューの場合はこう、ここからこうやってるとサンキュー。これがサンキューなんですか。これがサンキュー、英語の手話でね、はいはいはい、なので、やっぱサンキューって指さすんで、はい、こっからサンキューっていうこの、こっからの、こっからの、これは誰ですか。違います。これそれは宮尾進さんだから。宮尾進さんいらないです。いらないです。こっからだ。こっからです。いつもこう振りかぶってるけど、いつもこうですね。手話バージョンの時はあサンキューっていう感じで、よろしくお願いやっていただいて、はい、でいいですか。はい、じゃあ一緒によろしくお願いします、はい、お願いします。せーの、サンキュー。